ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールドは F86 セーバーエンジン始動とテイクオフ編です。それではエンジンの始動方法を説明したいと思います。あら、モッキー、それ私が説明するよ。ミー君が説明できるの？あー、バカにした。私はエースパイロットよ。じゃあお願い。エンジンをかけるなんて簡単じゃない。このエンジンマスタースイッチを上に上げればいいんだよね。ポチッとな。今時の若い女の子はそんな昭和の死語を使わないよ。おりゃ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 。どうしたのミー君、エンジンがかからないじゃないの。あー、モッキー、エンジンの始動方法教えて。だってミー君エースパイロットでしょ。モッキーがいじめる。ミー君泣いちゃう。ふぅ、わかったよ、俺が説明するよ。ミー君、まずはこの写真を見て。航空自衛隊の F86 のエンジン始動の写真なんだけど。モッキー、機体の後ろになんか黄色い車が止まってるね。そう、この黄色い車が電源車または起動車とも言う。本にはこのように書いてあるね。スターターは点火燃焼開始後もエンジンが自立運転速度に達するまで圧縮機の回転上昇をフォローするために多量の電力が必要で、機体のバッテリーでは役に立たず、そのため外部電源が必要になるようだね。それじゃあ敵が来た時いちいち電源車用意するのも大変だよね。そうだね、 F4 ファントムまで電源車が必要だったんだけど、 F15 などの機体のエンジン始動は電源車が不要になったんだよ。じゃあゲームのエンジン始動手順に戻るね。まず外部電源を接続するためにコミュニケーションメニューを開きます。キーはバックスラッシュという、あまり日本人には馴染みのないキーなので、入力できなければ別のキーを割り当てても良いのですけども、今回はそのままこのバックスラッシュを使います。画面右上にコミュニケーションメニューが表示されていますが、小さく見にくいのでちょっと拡大して説明します。次に F8 のグラウンドクルーを選択します。 F2 グランドエレクトリックパワーを選択します。最後に F1 を押して接続します。 Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. 油圧セレクタースイッチを下のオルタネートの位置に合わせます。マウスで操作するか、キーボードではセレクタースイッチのダウンが H キーです。 HOTAS X56 ではモード S1 で SW2 に設定しています。油圧計が緑色の動作圧力約 3000PSI になるまで待ちます。結構圧力が上がるまで時間がかかるんだね。1分ぐらいかかるかな。そんなに時間がかかるなら視聴者さんは別のチャンネルに移っちゃうかもね。それは困るから少し早送りするね。3000PSI まで圧力が上がったらいよいよエンジンを始動します。エンジンマスタースイッチをオンにします。マウス操作かキーボードでは右オルトと右シフトと E キー、ホータス X56 では S1 モードの SW3 に設定しています。これでいよいよ大空に飛び立てるね。いやいや、まだエンジンスタートシークエンスの11項目目のやっと3番目だよ。うげえ、ミー君本当に女の子。次にバッテリースイッチを下に下げ、スターターに設定し 2,3 秒間押し続けます。マウス操作かキーボードでは右オルト右シフト N、 フォータス X56 では S1 の SW6 に設定しています。その後バッテリースイッチを上に上げ、バッテリーの位置に設定します。キーボードでは右オルトと右シフトと H キー、フォータス X56 では S1 の SW5 に設定しています。エンジンタコメーターを見て
3% の位置になったら、スロットルレバーをアウトボードポジションの位置にします。キーボードのホームキーを押し、 X56 では S1 の SW4 に設定しています。エンジンタコメーターが 9% の位置になったら、スロットルレバーをアイドルの位置にします。先ほどと同じでキーボードのホームキー X56 では S1 の SW4 に設定しています。これでやっとエンジンがかかったね。タコメーターの回転数が30に達したら、接続した外部電源の取り外しを指示します。へえ、いちいちそんなことまで指示するの？リアルでも車にガソリンを給油し、終わったら給油口からノズルを外すでしょ。それと同じ。まあこれをしなくても発進はできるんですけど、一応取説通りに説明するね。先ほどと同じコミュニケーションメニューをバックスラッシュで開き、 F8 グランドクルー、 F2 グランドエレクトリックパワーを選択し、今度は F2 切断を選択して外部電源を取り外します。次に油圧セレクタースイッチを上に押し上げ、ノーマルの位置に戻します。マウス操作かキーボードでは Y キー、ホータス X56 では S1 モードの SW1 に設定しています。フライトコントロールスイッチをリセットに切り替えて、オルタネートオン警告灯が消灯することを確認したら、フライトコントロールスイッチをノーマルに戻します。マウス操作かキーボードではフライトコントロールスイッチダウンが左コントロール左オルトと C キーで、フライトコントロールスイッチアップが左コントロールと左オルトの F キーで、ホータス X56 では S1 モードの TGL4 アップと TGL4 ダウンに設定しています。油圧セレクタースイッチをユーティリティにして、動作圧力 3000PSI になっていることを確認してからノーマルに戻します。スピードブレーキスイッチをアップにしてスピードブレーキを収納します。マウス操作かキーボードではスピードブレーキスイッチアップが左オルトと左シフトと B キー、スピードブレーキスイッチダウンが左オルトと左コントロールの B キーで、ホータス X56 では各モード共通で H4 ボタンの十字キーの左右に割り当ててます。フラップを一番下まで下げます。キーボードではフラップアップが左コントロールと F キー、フラップダウンが左シフトと F キーで、ホータス X56 では S1 モードの K1 アップダウンに設定しています。モッキー、説明が長いよ。でもこれでやっと滑走路に向かうタクシングに移れるね。そうだね、あと少しで大空に飛び立ちます。視聴者さんにはもう少し付き合ってもらえると嬉しいな。移動するときはスロットルを少しずつ前に押し出して、エンジン速度を約 65% RPM ぐらいに引き上げます。移動中の飛行機の機首を回転させるには前輪ステアリングボタンを使用します。そのボタンを押している間はラダー操作により機首の車輪がその方向に向きます。キーボードでは S ボタン、ホータス X56 では S1 モードのフライトスティック側についている D ボタンを押しながらラダーを使用します。ラダーはキーボードでは Z または X ですが、フライトスティックを使った方が楽に操作できます。ちなみにホータス X56 ではフライトスティックをひねることによりラダーが設定されます。モッキー、一つ質問していい？ミク、何？なんで私たち画面から消えたの？仕方ないよ。より多くの情報を伝えるには画面3つに分割した方が良いから。そうなんだ、口パク作るの面倒になったからじゃないんだ。いや、まあそうだね。滑走路のセンターに入ったらブレーキが動作するか確認します。キーボードでは W キー、ホータス X56 では S1 モードのフライトスティック側にある A キーに設定しています。エレベータートリムを離陸位置に設定します。
キーボードでは右コントロールとセミクロンを押し続けます。ポータス X56 では M1 モードでフライトスティック側についている H2 キー下を押します。コントロールスティックがゆっくり手前に移動し始めます。着陸トリム位置になるとテイクオフトリムボタンポジションランプが短時間点灯します。これでエレベータートリムタブの離陸位置が設定されました。コックピットキャノピーを閉じます。マウス操作かキーボードでは左コントロールと C キー、ポータス X56 では S1 モードの E キーに設定しています。ブレーキをかけてゆっくりスロットルを押し込みます。ブレーキはキーボードでは W キー、ポータス X56 では S1 モードのフライトスティック側にある A キーに設定しています。フルパワーに達したらブレーキを解除します。なるべく前輪ステアリングボタンを使用しないでラダーを使いながら微調整することが推奨です。速度が約100ノットを超えたあたりからスティックをやや引き気味にすると、機体重量にもよりますがだいたい150ノットあたりから前輪が浮き上がります。十分な高度と速度になったらランディングギアを上げて車輪を収納します。キーボードではランディングギアアップが左コントロールと G キー、わからなくなってしまったらとりあえず G キーでも OK です。ポータス X56 では S1 モードの TGL1 アップに設定しています。続いてフラップを上げます。フラップアップがキーボードでは左コントロールと F キー、ポータス X56 では S1 モードの K1 アップに設定しています。これで F86 セーバーのエンジン始動とテイクオフの説明が終わります。私の説明でみんな飛べるようになったかにゃ。いやいやいや、兄くん全く説明していないけど、次回はちょっと苦手な着陸編をお届けします。モッキー、着陸が綺麗にできてこそパイロットと呼べるからね。まあ世界で一番ミー君にだけは言われたくないけどね。この F86 シリーズ以外にも順次コンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ミー君が可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。だから低評価が増えるからそれは言わないで。じゃあ次回も頑張って作っていきますので、みんな見てね。